はい、どうもなぎです。というわけで今回は6月の金作おすすめランキングというわけで、まあ、つもりをね、プレイしていく中でやっぱ大切になってくるのはベル稼ぎですよね。まあそこでね、今回は6月はどこでベルを稼ぐのが効率がいいのかっていうのをね、ご紹介していきたいと思います。まあ結構ね、ここら辺は季節なんかで取れる虫とか魚っていうのが大きく変わってくるので、まあ今回は6月の金作ランキングという方式でトップ3を紹介していきたいと思います。あ、ただね、今回1点だけ注意点として、まあ今回のランキングでは株金作は含みません。まあ株はね、どうしても運だったりフレンドとかのね、協力だったりが必要になってくるので、まあ今回紹介するのはあくまでも自分一人で確実に稼げる金作の紹介になります。ぜひね、参考にしてみてください。このチャンネルではこういったあつ森で皆さんの役に立つ情報だったり、いろいろなね、特殊ルールであつ森を遊んだりしています。まあ、いつもね、おすすめ欄から動画を見てるけど、まだね、チャンネル登録をしてないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。参加型生放送なんかもね、行ってるんで、ぜひね、遊びに来てください。さあ、それでは早速3位から見ていきましょう。6月のおすすめ金作、3位は、木から取れる虫取りですね。木から出現する、虫を使った金作です。まあ、6月からはね、虹ロクワガタだったり、今からこれ狙ってるね、このゴライアス大津の花むぐりだったりが取れるようになったので、まあ、いよいよね、木から取れる虫でのベル稼ぎがね、できるようになってきたのかなといった形ですね。虹ロクワガタが1匹6000ベル、で、今取ったゴライアス大津の花むぐりが1匹あたり8000ベルと非常に、まあ、虫にしてはね、高価に売れる虫なので、まあ、そこそこ稼げる金策になってくるんじゃないかなと思います。まあ、特にね、この6月っていうのはこのカナブンと、虹ロクワガタとゴライアスオーツの花むぐりぐらいしか出てこないので、まあ、そういった意味でもね、出てくる虫が絞られてるっていう意味でも、まあ、比較的稼げる方なんじゃないでしょうか。まあ、といってもね、まだその、本格的に稼げるゴライアスオーツの花むぐりと虹ロクワガタの出現率自体も、まあ、そこまでね、高いわけではないので、まあ、今回は3位とさせていただきました。お、虹ロクワガタいますね。まあ、ここら辺の金作が本格的に始まるのは来月の7月からになります。というわけで3位の金作は木から取れる虫取りでした。さあ、それでは2位の金作を見ていきましょう。2位の金作はこちら、川ですね。川から取れる魚による金作です。まあ、これね、ちょっと1位と悩んだんですけど、今回はね、ちょっとこの川の金作が2位とさせていただきました。まあ、なんといってもね、この川からは、6月は、危ね、ドラドが釣れるようになったので、あ、これブラックバスなんですけど、6月からはね、ドラドと、ピラルフが釣れるようになったのがめちゃくちゃでかいです。ドラドの1匹あたりの売却価格が、1万5000ベルですね。1万5000ベルと、まあ、川魚の中、ってか魚の中でもね、最高額の売却価格になっているので、もう1匹、ドラドが1匹釣れるだけで、本当にでかいです。まあ、なんで、今回は2位という形にさせていただきました。まあ、この川の金作の全てはね、ドラドが釣れるかどうかで決まると言っても過言ではありません。まあ、ただね、注意点としては、この2匹のね、ドラドとピラルクの出現時間がずれているのがね、ちょっと注意点としてはあります。この2匹のね、出現時間が少しずれているので、まあ、両方が釣れる時間帯が限られているのが、まあ、少し難点といったところでしょうか。ドラドとピラルクの両方が釣れる時間帯としては、朝の4時から、朝の9時の間、あとは夕方の16時から夜の21時の間になります。まあ、両方が釣れるのはね、この時間帯の間だけなので、その点はね、注意が必要になりますね。まあ、ただし、ドラドだけだったら昼の時間でも別に釣れるので、まあね、ドラド一点狙いをしていくのもありだと思います。ちなみに他の川魚はね、全然金作になりません。ほぼ金作、あ、でもアロワナとかいるか。そうですね、このアロワナとかは比較的高く売れるので、まあ、アロワナとドラドとピラルク、この3匹に絞って釣っていくのがいいのかなと思います。はい、ブラックバスと。もうブラックバスはマジで絶滅してくれ。さあ、それでは最後は1位ですね。6月のおすすめ金作第1位はこちら、海です。もう言わずもかな海です。もう海はとにかく金になる。6月からね、なんといってもサメが釣れるようになったので、まあ、サメシリーズが釣れるのが本当にでかいです。このサメシリーズの中でも特にサメですね。サメが先ほど説明したドラドと同じ1万5000ベルで売れるので、めちゃくちゃ金作になります。まあ、他にもね、サメ以外にもナポレオンフィッシュとか、浪人アジなんかの、そこそこね、高く売れる魚もいっぱいいるので、もう、6月の海は最高です。
もう大物が本当に多いんですよね。6月から取れるようになった魚は大物が非常に多く、普通に釣りを楽しむだけでもかなりベル稼ぎができると思います。まあ、サメとかのね、出現頻度も割と高いので、お、これは？はい、スズキ。まあ、ただね、スズキがたくさん釣れるのは、まあ、海の痛いところですね。まあ、川は川でブラックバスがいるんで、まあ、なんとも言えないんですけど。さて、あいつは何かな？スズキかな？こいつも多分スズキかな？はい、スズキと。まあ、とにかくスズキが多い。マジでスズキとブラックバスは絶滅してくれ。まあ、スズキが嫌な人はね、背びれ付きの魚影ですね。背びれ付きの魚影に絞って狙うもよしですし、まあ、そこが気にならないって人はナポレオンフィッシュなんかを狙うために、普通に見えた魚を全て釣っていくのもありだと思います。まあ、とにかく、6月の海は最高です。適当に釣ってるだけで金になる。おすすめの釣りの時間帯としては、夕方の16時から朝の9時の間ですね。まあ、つまり、まあ、朝から夕方の時間帯はおすすめしません。まあ、この時間帯はね、高く売れるサメが釣れなくなってしまう時間帯なので、まあ、基本的には朝とか夜とかに釣りをしてあげるのがおすすめです。まあ、あとはね、夏は、この海岸に、この夏の貝殻ですね。まあ、夏の貝殻も落ちてるので、まあ、この夏シリーズの家具を揃えるためにも、まあ、海に行って夏の貝殻を探しつつ、ああいう背びれ付きのね、魚影を探すのがいいと思います。さあ、こいつは何のサメかな？まあ、サメが一番ベル稼ぎとしては嬉しいんですけど、まあ、一番嬉しくないのは小判サメですね。うわ、びっくりした。お、これはでかいぞ、なかなか。さあ、なんだ？お、これシュモクザメだったっけ？シュモクザメですね。まあ、とにかくサメシリーズは高く売れるので、しかも高く売るだけじゃなくてね、博物館に寄贈してあげると、まあ、サメシリーズは本当見た目の映えもすごいので、じゃあ一回博物館行きますか。まあ3位のあの虹色クワガタとかもいいですし、まあ2位のドラドとかピラルクとかも、まあこんな感じで、まあ別に悪くはないんですよ。まあ、見た目としては悪くないんですけど、なんといってもサメですよ。サメシリーズ。ここですね。ここのサメシリーズがやっぱ、この博物館の中でも一番多分見た目としては綺麗なんじゃないかな。はい、こんな感じでね。サメたくさん釣って寄贈するだけでもめちゃくちゃ綺麗なので、ぜひね、皆さんも博物館に、このサメだったり、ジンベエザメだったりをね、寄贈してあげてください。というわけで、6月のおすすめ金作1位は、海の釣りでした。簡単に今回の動画をまとめると、6月のおすすめ金作としては、3位が虫捕りですね。木から出現する虫捕りが3位になります。まあ、虹色クワガタだったり、ゴライアス大津の花潜りだったりを中心に取ってあげるといいと思います。2位は川の魚ですね。川の魚を使った釣りになります。もう川の釣りに関してはとにかくドラドを狙いましょう。もうドラド1匹でめちゃくちゃ金稼ぎになります。1位は先ほども言った、海の釣りですね。まあ、海の釣りはとにかくサメシリーズが高く売れるので、背びれ付きの魚影を見つけたら必ず逃がさないように釣ってあげましょう。というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。まあ、6月からはね、本当に虫だったり魚だったりがいろいろ高く売れる生物がね、たくさん追加されたので、ぜひね、皆さんベル稼ぎの参考にしてみてください。今回の動画が面白かった、参考になったっていう人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。まあ、週末にはね、参加型イベントだったりもやる予定なので、ぜひね、そちらの方にも遊びに来てください。それでは今回の動画はここら辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。